坪井大輔は、日本の実業家、MBA ホルダー、シリアルアントレプレナー、IT 企業である、株式会社インディテールの創業者であり、代表取締役である。また、北海道科学大学客員教授、一般社団法人ブロックチェーン北海道、イノベーションプログラムの代表理事、一般社団法人北海道モバイルコンテンツ、ビジネス協議会の副会長、 株式会社ディテール40の代表取締役、株式会社マイルシェールの社外取締役も兼任。株式会社インディテール、ブロックチェーンの未来と可能性を伝えるべく、5つの強みを掲げ講演活動を行っている。転校を繰り返していく中で洞察力が備わったという。親が転勤族だったので、2から3年ごとの転校を繰り返して育ちました。 クラス内にあるグループのパワーバランスを見極めてたり、仲良くなりすぎると別れる時に寂しいだろうとの思いからあえて深く付き合わないように自生するなど子供らしくない子供だったかもしれません。そんな中で洞察力や俯瞰的に物事を見る力のようなものが自然と備わったような気がします。と語っている。なぜ企業をしようと考えたのですかの問いに対して、 人材会社の支社長として、北海道の経済界の方々とお会いする機会がたくさんありました。いろいろな団体の会合に出させていただく中で、先輩経営者の方々がよく、北海道を元気にしよう、お合い言葉に乾杯するんです。でも、元気にするって具体的には何だろうか。自分のような若い人間は何をすべきなんだろうか。そう考え始めたのが、 今に至るきっかけです。と語っている。2016年、ブロックチェーンへの取り組みを開始。大学や企業との共同研究開発や実証実験を通じて、ブロックチェーン技術の実用化を進め、北海道そのものをブロックチェーン技術の集積地とすべく、その普及に力を注いでいる。2018年、システム開発とソーシャルゲーム運営の二つの事業で、 年商10億円を築き上げる。翌2019年、企業50年の節目に、両事業をエグジットし、ブロックチェーン事業への集中を宣言した。経営戦略や事業戦略を得意とし、シリアルアントレプレナーとして躍進する。レガシー産業には、自身が提唱する4種の人技を掛け合わせることで、イノベーションをもたらすと捉え、自治体や企業に向けた、課題解決策を提案する。 ブロックチェーン技術は今後どう進化していくのでしょうかの質問に対して、私はブロックチェーンをインターネットに続くビジネスの新しいレイヤーと位置づけています。インターネットが登場して約20年。技術の進化は加速度的に早まっているので、分散型、自動化などをキーワードとする。 ブロックチェーンを使ったビジネスが当たり前のものになる日も相当いい未来ではないと思います。と語っている。ホワイブロックチェーンはオリエンタルラジオ中田敦彦の中田敦彦の YouTube 大学の教材として紹介される。2019年8月20日公開、経済 5G 時代の最終兵器、ブロックチェーンその後、アマゾン売れ筋ランキングにて1位を記録。 経済学及び投資、金融、会社経営の両部門でベストセラーを獲得する。ありがとうございます。